国際ユリムピック大会選手予選会は、1911年11月18日から11月19日にかけて、東京府江原郡羽田町の羽田運動場で開かれた、1912年ストックホルムオリンピックの日本代表選手を選抜するための予選会。創立したばかりの大日本体育協会が取り組んだ最初の事業であり、 男子の陸上競技の未十三種目が開催された。この予選会の結果、短距離走の三頭や彦とマラソンの金栗四43が日本初のオリンピック選手に選抜された。1909年の春、ピエールド・クーベルタンは中日フランス大使のオーギュスト・ジェラールを介して日本にオリンピック参加を打診した。この時ジェラールが選んだのがカノオジゴローで、カノーは オリンピック参加を開拓、日本初の国際オリンピック委員会委員に就任した。可能は1911年春に、東京帝国大学初期間の中村京平、早稲田大学教授の安倍伊藤、東京高等師範学校の長い同盟、加ニ特を集め、オリンピックの受け皿となる新団体の結成を議論し、同年7月6日に大日本体育協会の結成を決議した。 そして、協会の事業第一弾として、翌年のストックホルムオリンピックに派遣する選手を決めるべく予選会を開くことを決し、国家の清水は国民精神の象徴により、で始まる、首奨、選手を募る、競技会応募の劇、大会要項を日本全国に配布した。競技会応募の劇では、この予選会を、我が国未曾有の一大運動会と呼んでいる。 一般市民が予選会の開催を知ったのは10月中頃の新聞報道によるもので実施種目は10月末に発表された。開催する競技はオリンピック競技に入っていてなおかつ日本のスポーツ界の主流となり得るものとして検討したところ陸上競技しかないという結論になり陸上競技一本に絞られた。そもそも可能がオリンピック参加を受諾したのは自身が 日本国民全体に普及させたいと思っていた陸上競技と水泳がオリンピック競技に入っていたことも大きく影響している大会の開催日程は1911年11月18日と11月19日とし会場は羽田運動場と決まった大協はこの予選会のために競技場を整備しようと考えたが発足したばかりで資金も土地もなかったため センムリジの大森平蔵が京浜電気鉄道と交渉して毎年競技会を開くという約束で自転車競技場だった場所に新しい陸上競技場を建設してもらった。従来の日本の陸上競技大会は校庭で開催するのが普通であり、当時としては最高水準の競技場が完成した。こうして日本初のオリンピック代表選考会の準備が整った。 実施種目は、ストックホルムオリンピックでの実施種目のうち、以下の13種目が選ばれた。この中で、最大の呼び物は25マイルのマラソンであり、日本初の大競争であった。ただし、最初からマラソンで日本初の代表選手を送り込もうとしていたわけではなく、世界に打って出るような選手があれば、他の種目から派遣するつもりでいた。出場資格は以下の条件を満たし、 所属する学校長、在京軍人会長、市長村長の推薦状を持つものと定められた。マラソンに出場を希望する者は、医師の健康保障書の提出が求められた。16歳以上貧困法制の学生で紳士たる者、中学校、または同等の小学校の生徒、卒業生及び在籍経験者中学校以上の、 小学校の生徒、卒業生及び在籍経験者、在京軍人会員地方青年団員、その他市町村長の推薦があるものこの出場資格には、できる限り広く出場のチャンスを与えることで、日本全国に体育思想の普及を図り、国民的な運動にしたいという可能地五郎の思いを反映したものであり、かつアマチュアリズムを貫いたものである。さらに、 大会当日に出場できない者は11月30日までに自己記録を書いて大日本体育協会に申し出れば12月25日以降に特別な予選会を開くという規定を設けていた。この規定は将来的な競技発展に寄与し得る若者の数を知りたいという大協の意図があったのだろうと佐山和夫は推測している。なお、参加標準記録や 大会参加費の徴収はなく、予選会参加のための旅費、滞在費は自己負担とされた。賞金の授与はなかったが、各種目の優勝者に金牌、2位に尻尾入りの銀牌、3位に尻尾のない銀牌、決勝進出者全員に同杯を送ることになっていた。さらにマラソンの勝者には100円相当のシルバーカップ、 5000メートルの勝者と全種目を通した最優秀選手に40円相当のシルバーカップを授与する規定であった。マラソンのシルバーカップは東京日日新聞社が最優秀選手のシルバーカップは大阪毎日新聞社が寄贈したものである。大日本体育協会の加納次五郎会長が審判長を務め、長井同盟、大森平蔵、安倍総が幹事に就任した。 以下、各校が役員を選出して、総勢数十名の審判員となった。この審判員は、スポーツクラブ、天狗クラブの多くのメンバーが引き受けた。スターターは、今村慈吉と森久保善太郎が務めた。加納次五郎は当日、山を押して来場し、審判長を務め上げた。出場選手は91人で、日本のスポーツ史上初めての国際的な気分を持った。 大会ということで、日本中から集まった若者らは熱戦を繰り広げた。その内訳は、以下の通り。三島弥彦11月18日午後1時、予定通り開会し、午後2時から100メートル、200メートル、400メートル、800メートルの予選が実施された。翌日の決勝に出場できるのは100メートルと200メートルが各組2着まで、400メートルと800メートルが各。 組三着までとされた。ただし危険者があったため、400メートルは4組目の選手を3組目に繰り入れ、800メートルは1組にまとめて形だけの予選を行い、10人全員が決勝進出となった。なお、当時は組と言わずに回と称した。決勝は翌日開催であったため、感染者は少なく、景品の学生を中心に300人ほどが訪れた。 出場選手の大半はスパイクシューズを履いており、100メートルでは皆がクラウチングスタートであったが、200メートルはスタンディングスタートの選手が参見され、400メートル、800メートルは大部分の選手がスタンディングスタートであった。この日行われた4種目の最高記録はすべて東京帝大の三東屋彦がマークしたもので、記録は100メートルが11秒5分の4。 2 0 0ルが25秒5分の1、4 0 0ルが55秒、8 0 0ルが2分16秒であった。この記録は2019年の陸上競技の記録と比較すれば平凡なものであるが、競技場、用具、練習方法も不十分な環境であったことを考慮すれば、4種目を制したのは優れた成績と言える。1 0 0ルのみ。 赤市和江も11秒5分の4をマークして3等に並んだ。なお三島は審判として参加を要請されていたが拒否し、友人らを引き連れて観戦に来ており、本来出場予定はなかった。そもそも3等は久しく走っていなかったという。ところが、生来の高戦壁が湧き起こって飛び入り参加し、全種目の最高記録をさらってしまったのであった。各組の一着と記録は、 以下の通り、11月19日は朝から曇り空で次第に低空まで降りてきて小雨混じりの強烈な北西風となった。悪天候ではあったが日曜日だったため、観衆は前日に比べると非常に多かった。競技は予定より少し遅れて午前10時に開始した。短距離走短距離走の決勝は午前中に行われ、走路が濡れて足元が悪かったため、 前日の予選の記録よりも悪くなった。200メートル以外の3種目を3頭親彦子が制し、三島が敗れた200メートルでは、赤市和江が優勝したため、短距離層の4種目べてを東京帝大が占めることになった。800メートルでは古橋が3等をもうついする、回想を見せて注目を浴びた。古橋は中学界の伊田店として東京までその名を、 とどろかせていた選手であった。なお、セパレートコースで行われたのは100メートルのみで、200メートル以上はオープンレーンであった。また、位置についての号令がなく、用意、ドンでスタートした。長距離走長距離走は12時45分2500メートル決勝で、幕を開け、トップを走り続けた鈴の一存が優勝した。他の追随を許さなかった。 鈴野の記録は4分58秒で、世界記録と比べると50秒近く遅れていた。続いて午後1時25分に5000メートルが6人の出場でスタートし、800メートルで3頭ヤ彦に迫った古橋が勝つかに見えたが、東ず高行き吉が逆転し、古橋を5メートル離してゴールテープを切った。1万メートルはロード競技として行われ、 選手は神奈川県鶴見町の総持寺前に集合し、六号川の堤防場を走り、羽田運動場を目指すコースで行われた。午後1時41分に合法がなり、レースは青山市半軍南優位で展開、そのうちの一人、下田森蔵が最後の羽田運動場を2周の終盤で飛び出し、優勝した。マラソン予選会議種目の中で最注目とされた、マラソンは、 12時20分に招集を開始した。出場者は19人で、注目選手は北海道の佐々木正を関東の出井出池地、関西の白井原作であり、東京講師の金栗四43、野口玄三郎は、校内長距離競争で上位を占めたという程度の実績しかなく、まだ無名の選手であった。佐々木はこの予選会の北海道予選である、 全北海道競技会を制したほか、北海道帝国大学農科大学の運動会で3連覇していた。井出は大学専門学校の招待レースや、博文館主催の忍ばず池集会競争で優勝を経験し、偶然、忍ばず池のレースを目撃した、金栗も知っていた選手である。白井は大阪毎日新聞社主催の競技会で優勝し、 大前水薦選手として乗り込んでいた。参加者の服装はまちまちで、今となっては田舎の運動会のような風景だったという。足元は草履着用の選手が数人おり、金栗は旅を履いていた。集合した選手は矢次将軍と呼ばれた吉岡信之から沿道の様子や地形の概略の説明を受けた。吉岡のコース説明は長かったと、金栗は10している。 そのコースとは、羽田運動場を参集した後、羽田漁市町を横切って六号川の土手に出て、東海道に合流、川崎、鶴見、生麦、新小安を経て、東神奈川駅で折り返す、というものであった。コースは、ストックホルムオリンピックと同じ25マイルに設定し、京浜電鉄の中沢臨線が、参謀本部の地形図を使って精密に測定した。 役員と救護のための医師は、自動車1台と自転車4台に分乗して選手に付き添った。カニトクは、この時自転車で選手を先導した一人である。レースは12時30分に、花火の合図でスタートし、羽田運動場を出た時点では、トップは、佐々木、2位は、井出で、金栗は両隣に野口と、橋本三郎を従えて最後に通過した。 金栗がゆっくりスタートしたのは練習中の足の痛みの再発を恐れたためだった。六号側の土手に出た頃には選手らは横殴りの風雨に見舞われた。四から五キロメートル地点から落語者が出始め、ここで金栗は野口、橋本と分かれて順位を上げていった。大炉は佐々木の独走で展開し、十五キロメートル地点で金栗は 注目選手の白井に追いついた。この時点で、金栗の旅は、底が剥がれ始めたが、脱ぎ捨てる間もないまま、白井とデッドヒートを繰り広げ、途中で腹板を模様した白井が落語した。東神奈川の折り返し地点目前で、金栗は、佐々木、井寺とすれ違い、ようやく自身が4から5位にいることを認識し、ボロボロになった旅を脱いだ。折り返し以降、雨に寒さも加わって、 選手を苦しめた。折り返しからしばらくして、金栗は、慶応ボーイの応援団に囲まれて、必死に走る井手に追いつき、片手を上げて、失敬します。と、一声かけて追い越した。抜かれた井手は疲れ切っており、金栗の方を見向きもせず追いかけることもしなかった。さらに走っていくと、東京講師の面々が待ち受けており、佐々木との差が500から600メートルであることを、 教えられた。金栗はがむしゃらに走り続け、ついに六号川の土手で佐々木の姿を捉えた。佐々木との差が50メートルほどまで縮まったところで、監修が1位と2位の争いだと叫び、その声に驚いた佐々木が金栗の方に振り返った。二人は静止して10秒ほどの睨み合いを演じた後、佐々木がレースに戻り、金栗も後を追った。金繰は後年、 佐々木との競り合いを両人とも9分以上の勢力を使い切っているから競争という手も子供の走るに過ぎない。と振り返っている。残りあと 1km、羽田漁師町手前で佐々木が少し遅れたのを金栗は逃さずに追い抜いた。抜かれた佐々木は呆然と立ち尽くし土手を降りて田んぼの水を飲みに行った。 マラソンを完走した東京講師の3選手金栗43、野口玄三郎、橋本三郎をこうして午後3時過ぎに豪雨の中、金栗が一着で羽田運動場に戻ってきた。この時の金栗は被っていた東京講師の紫の帽子から雨で色が溶けて顔に垂れ、かかとに血豆ができていたが、すでに下半身の感覚を失っていたので痛みはなかったという。ゴールでは 雨も厭わずカノオジゴロうが山工房を高く掲げて何度も降り、金栗のゴールを待ち受けていた。記録は2時間32分45秒で、当時の世界記録2時間59分45秒を大きく更新した。ゴールをすると、金栗は万歳の歓声を聞いたが、その後記憶が飛び、気づいた時にはいつの間にか着替えていたという。金栗は、お前は、 死力の金繰りじゃないかと声をかけ、自らが校長を務める東京講師の学生が優勝したことを非常に喜んだ。それから4分後に佐々木が16分後に井出がゴールし、この二人も世界記録を上回った。井出は無優描写のような足取りで慶応ボーイの援軍に囲まれ何とかゴールした。その後、東京講師の野口、橋本が帰還し、続いて のとも完走した。野口は、レースの途中で空腹に耐えかねて、鶴見付近の駄菓子屋に飛び込み、パンをつまみ食いしようとして、店主の老婆に叱られ、橋本は途中で目を回し、道が大回転を始めたように思えたのでしばらく気に、しがみついていた、というアクシデントを乗り越えて、完走を果たした。マラソンを完走できたのは、以上6人だけであった。誰も乾燥できなかった総代は、 応援団長が選手を激励しながらも大声で泣いていた。天候が悪い中、3人も世界記録を叩き出したことに人々は驚嘆した。一方、すぐに距離の誤速が疑われた。距離測定を担当した中澤臨戦は即座に誤速を否定し、可能も信ずる外ないとコメントした。結局、なぜ3人も世界記録を突破したのかという問題は解決しない。まま、 世界記録の言葉が一人歩きして世間に広まった。フィールド競技フィールド競技は、マラソンの金繰が、羽田運動場に戻ってくるより前から競技を開始していたが、棒高跳びで、小島雄之介が8尺5五寸五分で優勝を決めた頃には午後5時を回っており、辺りは暗くなり始めていた。閉会午後5時過ぎに、棒高跳びの終了をもって、全種目を終えた一行は、洋館に移動し、 表彰式が行われた。マラソン勝者に贈られるシルバーカップは金栗四43が最優秀選手に贈られるシルバーカップは三島弥彦が手にした。表彰の後、君が代が演奏されて閉会した。1912年2月15日、大日本体育協会は代表選考を実施し、この予選会の成績をもとに短距離層の三島弥彦とマラソンの金栗四43。 日本代表選手に選抜した。同時に派遣する役員も決定し、団長に、加納おじ五郎、監督に、大森平蔵が就任した。代表選考に関して、長井同盟は、最初から、世界記録が出なくても IOC 委員がいる以上、何としても、選手を派遣したかったと言い,い、最終候補には、三島、金栗のほか、佐々木正清と、井出井吉らが残ったと語っている。 三島、金栗の二人になったのは経費その他の都合であった。特に三島の場合、渡航費1800円を問題なく自己負担できることが先行に大きく働いた。オリンピック開会式で更新する日本選手団選手となった三島と金栗は妻の安貴美子を伴った大森平蔵とともに1912年5月16日に新橋駅を出発し、 ストックホルムに向かった。大勢の期待を背に臨んだ三島と金栗であったが、オリンピック本番では二人とも不本意な結果に終わった。その後の三島は東京定大を卒業し、横浜商金銀行に入行、最終的に本店副支配人まで出世した。選手としては引退したものの、スポーツ、陸上競技との関わりを持ち続け、大協で、 総務理事や評議員を務めている。一方の金栗は、東京講師研究科を卒業後、中東教育学校で治療を教えつつ、さらに二度オリンピックに出場し、生涯をマラソンの普及に捧げた。1920年アントワープオリンピックに出場した金栗は、日本選手団と共に、ロンドンに立ち寄り、横浜賞金銀行ロンドン支店に勤務していた三島と再会を果たし、 休校を温めた。この予選会で役員を務めたカニトクは、1964年東京オリンピックの、最に唯一存命の大競争設時の委員として、開会式に招待され、予選会の思い出として、旅で走っていた、金栗四十43の姿は、今でも目に浮かぶと、読売新聞の取材に答えている。選手に選ばれなかった、野口源三郎は、三島。 金栗りの敗北をきっかけに、本格的に陸上競技に打ち込むようになり、アントワープオリンピックに出場、現役引退後は、東京講師、東京教育大学、埼玉大学、順天堂大学で教授を務める傍ら、陸上競技の指導者として、後進育成を図り、教え子らにこの予選会の思い出をよく語り聞かせた。金栗りに逆転されて、オリンピック出場を逃した。 佐々木正清は、その後巡査となり、俊足を生かして、犯人追跡の名人と呼ばれるまでになった。上述の通りレースは公正に行われたが、佐々木の親友には、金栗はじめ東京の選手、役員らが佐々木を妨害したせいで、オリンピック出場を逃したと伝わり、1958年2月21日、佐々木の親友は47年の時を経て、金栗に決闘を申し入れた。 金栗は名も知らぬ佐々木の親友に淡々とこの予選会の思い出を語り聞かせて誤解を解き佐々木の親友は金栗に謝罪して去っていった会場となった羽田運動場の陸上競技場は毎年競技会を開くという約束で建設されたがその約束は果たされず競技会はこの1回限りで終了したその後運動場の敷地は 東京国際空港の一部となった、この予選会の撮影に用いられた金栗の旅、ありがとうございます。